西熊本駅は熊本県熊本市南区下陸一丁目にある九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。宇都駅から三角線に入る天草湖線の系統も乗り入れており利用が可能である。設置費用をすべて熊本市が負担する西岸駅。整備費12億5000万円のうち3億8000万円は国の交付金を利用する。過小として 近県新駅、単に近県駅が用いられていたが、2015年7月23日に JR 九州から正式駅名が西熊本駅と発表された。熊本市が2015年2月から3月にかけて駅名を募集したところ、西熊本駅が550軒のか389軒で最多となり、他には下熊本駅、近県駅、 カリクサ駅などの案も寄せられたという。この場所に新駅を設置する構想は、熊本県道51号熊本高線が開通した1990年代にもあったが、当時 JR は協力的ではなかった。建設直前の時点でも、JR の予想では1日あたり乗車人数はわずか377人であり、新駅設置に消極的であった。 熊本市は周辺人口から換算して1日あたり乗車人数1200人以上と推計して建設を進めた。JR の予想乗車人数が少なかったために無人駅として作られたが、今後の利用者の増加次第では有人駅かも視野に入れられている。かつては熊本市電川尻線が付近を走っており、当駅から200メートルほど東に下金県電停もあったが、 1965年に廃止されている相対式ホーム2面2線。4両まで対応を有する高架駅であり、入り口は1階東口のみで駅前広場も東口のみにある。無人駅だが管理駅の熊本駅から駅員が派遣される要改札室も設置されている。貫通に方向型エレベーターが上りと下りホームにそれぞれ1台ずつ設置され、 簡易 IC カード改札機が2機、自動券売機が1機設置されている。トイレは改札内にあり、車椅子対応の公衆トイレも設置されている。高架下には、無料の駐輪場が、駅前広場には24時間300円及び20分以内、無料の駐車場がそれぞれ設けられている。2020年度の1日平均乗車人員は973人で、ある。 西熊本駅バス停留所駅から東へ徒歩5分川尻市道沿いか近県バス停留所駅から南へ徒歩5分川尻市道沿いか陸佐バス停留所。ありがとうございます。